こんにちは、ダイスです。今日はですね、今ちょっとスーパーにお買い物に行っていて、終わって出てきたところなんですけど、これからなんとダイスに5000円をはい、もらっちゃった。5000円渡してみたいと思います。渡されました。で、これで、今からね、今7時半ぐらいなんですけど、やってるお店で何を買うのか見ていきたいと思います。いきなり渡してみて急すぎだよ。急に渡して何を買うのか。5000円で早速行ってみましょう。思い浮かばないんですけど、5000円か。これあれですか、1000円ちょっととかじゃなくて5000円に近い感じで考えるんだよね。これだけ買って、おやつ買って、なんつんだろう、ポケットマネーにはないならないやつだ。買わないと回収し、回収なんだね、分かった。5000円過ぎたらどうなるんですか。自分の小遣い。あ、オーバーはダメってことなんだね。分かった。5000円以内にしよう。以内、はい。オーバーはなしだし。オーバーはなし。明らかに少ない金額もやめよう。分かった。試しに5000円渡してみて何を買うのか。はい、ということは消費税考えて5000円に近いんだったら4000円ちょっとぐらいだったらいけるかな。まあまあそんな感じか、4500円でやっていくのか、それはお任せしますけど、はい、とりあえず何を買うのか見ていきたいと思います。何、急に言われてもな。まったりやっていきましょう。はい、どうしよう。とりあえずどこ行きますか。じゃあとりあえず駅の、何にも思い浮かんでないんですけど、8時ぐらいになると多分お店閉まっちゃうから、それぐらいの時間で入ってるとこでそれなりに選んでこう買い物したいよね。とりあえず駅のことにします。来週駅に行ってみますか。はい、行ってみます。何も思い浮かんでない。コウトさん、こういうのパッて思い浮かぶんですか。いや、僕の場合はもう5000円もらったら5000円何に使うかすぐ決めちゃうね。そうなんだ。全然決まらない。すごい考えてるんだけど、とりあえず見てみてだよね。見てみて。何を見るの。何かを何かを当てもなくになってしまう。見て見てとかって言ってるのはいいんだけど、見てる間に、そこ見てる間に他のお店閉まっちゃってるもん。やばい。残り30分だからさ、大体30分ぐらいですかね。まあ9時っていうのもあった。でも8時に閉まるところが結構多いから、多いよね。どうしよう。そうだね、とりあえずあれです、駅行きましょう。はい、駅周辺に着きました。着きましたね。早速行ってみましょうか。行ってみようと思います。はい、はい、行こう。降りましょう。はい、ライトも消したし、とりあえず駅の方向かう。あっち行こう。また決めてないんだけど、これなんかダメだよね。自販機ダメだよね。自販機はダメでしょ。そうだよね。ビッグカメラ。ビッグカメラ。ビッグカメラいいんじゃない。電気屋さん。電気屋さんで5000円は一瞬で終わっちゃうよ。あ、そっか。ガチャガチャ。まあいいけど、ガチャガチャでガチャガチャでもいいの。5000円分のガチャガチャ豪華だよね。豪華豪華。この辺って何か家電屋さんの他は、駅の中もあるよね。でもそんな何箇所を行ってらんないよね。行ってらんない。とりあえずビッグカメラ入っていきましょう。行きます。買ってきました。何買ったんすか。これカードスリープ、ポケットいくらだったんすか。158円だっけ。消費税入れて170円ぐらいじゃなかった。あ、そうそう、170円ちょうどぐらいだった。あれ、5000円から、あと4830円。ちょっと待って、こっち来ちゃったけどさ、他になんかないっけ。4830円。やばいよ、もうどうしよう。時間的なんか近くにあるよね。ちょっと見よう。どっち行くんすか。どっち行くんすか。左右。じゃあ、あっち。あっち。よく分かってないのに言っちゃった。いいのかな。なんか歩く。まあ歩こう歩こう。
そこ駅の中行く。じゃあそれ買っていけば。やった。ちょっと150。知ってた？ココアの新潟限定だって。冷たい。これ良かったんじゃないですか？はい。次ちょっと。すごいね。ちょっと飲みながら行けばいい。いやわかんない。記念とか持ち帰り。また戻ってくる。戻ってきちゃった。やばい。戻っちゃった。コーラちゃんとも買ったから150円プラスでお願いします。170円で150円しか買ってない。320円しか使ってないの。あと何、4680円とか残ってるでしょ。あれそんなにもっとか、もっと残ってるか。いやそんな残ってないでしょ。800円はないでしょ。だって370円と150円、320円使ってんだから。さあどうする。ここ行ってみる。本屋さん、本屋さん行くのね、うん、じゃあ入っていきましょうか。はい、買ってきました。さっきにちょっと暗かったから見えなかったんですけど、これ新潟限定コーラこんな感じでした。すごいよね。なんかね、バンダイマスと多分古松の舞妓さんとかが映ってるかになります。ということで買ってきたものはお家に帰ってからね開けてみようと思います。ではそして何、本屋さん、ね、あ本屋さんね、本屋さん行ってきて行きましたね。本屋さん、本屋さんで本を買ってきたんですけど、うん、買いました。なんと、うん、本の料金が、はい、なんと なんでもそんな笑うことですか。5008円。そうそう、これ買ってる前じゃなかったけど欲しかったんだもん、コーラ。しょうがない。カードスリーブと、あ、そうコーラをね買うっていう。コーラを買っても買わなくても足りなかったってことだよね。8円、まあ、買わなくても足りなかったけどさ、8円でダメになるってさ、まあ大すんって感じするよね。いやー、あの最新刊も発見してしまってね、だったんですよ。まああのね、お家に帰ってから開けて見たいと思います。じゃあ帰っていきましょうか。はい、私そうだね、うん、5000円簡単に使った。帰ってきました。え、今日5000円で買ってきたもの1個ずつ見ていこうと思います。で、一番最初に思い浮かんだのがこれです。これカードプロジェクター、ポケモンカードに使ってるんですけど、今もうすぐなくなっちゃうっていう風になってたんで欲しかったから、これは一番最初に思い浮かんだんで購入です。自動販売機で見つけたこのコーラ、新潟限定って書いてあって、バンダイ橋とか古松の舞妓さんだと思うんですよね。あと柳の木が一緒に入ってあるもので、320円になってますよね。で、5000円の残りなので、それをね考えて買えばよかったんですけど、欲しくて見つけた本買ってきました。欲しかったのがちょっとね気になっていたやつなんですけど、これです。あの知ってる人もいるかもしれません。アニメ化今度するんですけど、真夜中のオカルト公務員、これねちょっと触り読んだことあって、すごい面白くって、で今何巻まで出てるんだろうっていうのを調べなかったんですよ。8巻まで出てまして、あの超えました。でもこれあの欲しかったから見つかってよかったです。そしてコードが一緒に購入したの本が2つあるんですけど、まずコードさんの購入品、頭良さそう。株ニューも、私こういうの本当疎くって分かってないんだけど、これのねなんかね一般も欲しいなって言ってました。株ニューもの本と、もう一個こちら待って、カバー外したらこれでした。60万部突破、すごい。頭に来てもアホと戦うな。これ購入をコードさんがしました。これアホと戦うなって私のことな気がするな。まあいっか。ちょっと私もねこれ気になるので読ませてもらおうと思います。
はい、ということで、急に5000円をもらったら私こんな感じでした。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルの登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL かもしくはライスチャンネルで検索フォローしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。 See you!